この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。最新のゲーム情報カリメッセの中に全部集まってるわけですよ。集まってるわけですよ。どうだ、ここさえ攻撃しとけば、うん、いろんなところにロケに行かなくていい、楽だね。今日はこの中で、うん、テン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 って回ってプレゼント集めていきたいと思います。マイクランス、はい、これだから自転車のゲーム、自転車のゲーム、はい、今あれでしょ、あれでしょ、あれそうなんだあ、なんかすげえな、イエーイ。うわ、難しいっつーの、なんか難しい、あ、だだだだだだ、難しい、いやーこれ、いやナムコからは他にもアーケード初参入のスクエアと共同開発のステージ内を自由に移動できる格闘ゲームエアガイツや、前作でも好評だったアクションペダルを採用しガンシューティング初の2画面通信プレイを可能にしたタイムクライシス2、さらにレバー1本で20種類以上のステージが手軽に遊べるバラエティアクションゲームパニックパークなどが出展されていたぞと。続いて2は1と何が違うの？キャラクターがまず22人増えました、うん、あとですねグラフィックとか、うん、あと派手さのある演出がですね、うん、非常に多く盛り込まれるようになってます。カプコンの場合ははい、楽しみに。カプコンの格闘ゲームは他にも人気シリーズストリートファイターにポリゴンを採用した 3D 格闘第2弾ストリートファイター EX2 が注目されていたぞ。まあ、ゲームファン必見のイベント東京ゲームショー98春が3月21日22日の2日間千葉の幕張メッセで行われる。展示スペースがさらに拡大し出展予定のタイトル数は400を超える。話題のソフトが一足早く体験できる上、イベント会場でしか手に入らないレアグッズもファン注目の的。キッズコーナーに続き今回は PC ゲームゾーンというパソコンゲームのコーナーが登場。第2回セサ大賞の発表やゲームクリエイターによるステージイベントも見逃せないぞ。はい、今日は情けない腰でコーナーがここあるからめっちゃいいじゃん、まあ、ということで SNK に来たんですよ。で、あの他の子ガロン、あ、リアルバウト、あー、あー、リアルバウトガロセガサターンしすぎて今日ロケ遅れました、すいませんでした。そんなセガですけれども、はい、はい、セガのニューゲームは何ですか？このセガラリー2ですね。イエーイ、これさ、あんたすごいな、おい、すごい、本当にすごいよ、一言。この後ろに映ってる画面はいわゆるゲームセンターで中継されてるっていうか、後ろに待ってる人が見てる画面なんでしょ？そうですね。だってよ、おいよ、ねえ、ちょっと楽しみなんだけど。でね、これさ、ラリーでさ、泥んこ道走れば走るほどあのボディに泥んこつくって本当？これはもうあのリアルタイムで泥がついてる。奥さん聞いた？奥様に語りかけちゃった。いやいや、主婦ターゲットに変えてみようかと思って。知ってる？これドロンコ道入ると、ほらボディの横の泥増えんだよ。ね、そう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 。道走るとなんかキキってタイヤの跡とかなんかついちゃったりなんか。これさ、この土煙のところとかちょっとわかるぐらいで普通に走り去るところなんて実写だよね、これね。めちゃくちゃかっこいい。これちょっと真面目な話で、ね、本当に驚いた。ありがとうございます。もうセガの自信作なんだよ。やるじゃねえ。痛いかな。やめな、ピンボールの球じゃねえんだよ広報さんっていうのはさ、あっち打ったりこっち打ったり。基本的にこの何セガラリー 2の売りっていうのは何ですか？そうですね、前回が2車種だったのに比べまして今回はなんと6車種に車が売ってました。はいはい、はい、それぞれがですね、プログラムを変えてありまして、それぞれの走行性能を持った車がプレイしていただける。形とスピードが違うだけじゃないと。はい、あ、ランチャーある、ランチャー、ランチャーある、ランチャー。もちろん。あ、ランチャーあるじゃん。ランチャーストラトスあるよ。イエーイ。セガではさらに新キャラ、新システムなど全てが大幅にパワーアップした格闘ゲーム、ファイティングバイパーズ2や、新機種も追加されている機体の電脳戦機バーチャロン、オラトリオタングラムなども出展されていたぞ。67社ものメーカーが出展した AOU アミューズメントエキスポ、
隊長からは新幹線の追加により高速運転が可能となった電車で GO2 高速編や、コナミの本物のスキーの感覚を再現したスキーアスハイなど注目の作品が多数出展されていたぞ。聖騎士の称号をもらい好きな女の子と結ばれるのが目的の恋愛シミュレーションゲーム。女の子と仲良く付き合いつつ戦争で活躍して騎士としての評価を上げよう。この子を助けてくれて本当にありがとう。ありがとうお兄ちゃん。セガからのプレゼントを求めて新宿ジョイポリスへ。期待に胸を膨らませる伊集院さんとリカちゃんですが、一体どんなものがもらえるんでしょうか。どうも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 、どうもお待ちしておりました。いやこの度はですね、あのプレゼントを欲しいなんていうずうずうしいお願いにね、たくさん応じていただいて、用意してどんどん持って